んにちは、乃木坂46です。今日は JA グループが提起する国商国産について勉強していきます。国商国産とは、私たちの国で消費する食べ物はできるだけこの国で生産するという考え方のことです。世界から飢餓をなくすなど、国連が掲げた持続可能な開発目標 SDGs の達成にも国商国産は貢献するんですよ。コロナ禍や紛争などが続き、世界的な資源やエネルギー価格の高騰が問題となりましたね。もしこれが食料だったらどうなっていたでしょう。日本の食料自給率はカロリーベースで約4割しかないんです。もしも日本の田んぼや畑が少なくなったり、災害や紛争などが続いて海外からの輸入も制限されてしまったら、いざという時、私たちが食べるものが足りなくなってしまうかもしれません。実際に2022年は約30カ国が食料や生産資材の輸出を制限しました。土地を耕し、作物を育てる農産物の生産は急に増やすことができませんもんね。ここで国商国産を考える3つのポイントを一緒に見ていきましょう。1つ目、美味しい国産食材を食べ続けられるように。日本では毎年多くの農家の皆さんが減ってしまっていて、その約7割が65歳以上になるなど高齢化が進んでいます。農家の皆さんの減少、高齢化に合わせて田んぼや畑の面積も減っています。ピーク時と比べて減少した田畑の面積は約176万ヘクタールと四国と同じくらいの広さなんです。2つ目、自然災害にも負けない農業を将来につないでいけるように。近年、日本を含めた世界各地で自然災害が増加しています。日本が多くの食料を輸入している国でも農業への被害がたくさん発生しています。日本でも地震や大雨などの自然災害によって大きな農業被害が発生していて、とても深刻な問題になっています。一方で、農業は食料を生産する他にも多くの役割を担っています。例えば、田んぼや畑は雨水をゆっくり染み込ませ、大雨による洪水や土砂崩れを防いだり、さまざまな生き物の住処になったり、農業が元気であることはこうした役割を守ることにもつながるんですね。3つ目、世界の人たちがお腹いっぱいにご飯を食べられるように。世界の人口はこれから大幅に増えると予想されていて、世界的な食料不足が心配されています。日本が食料を輸入に頼ることで、世界の人たちの食料を奪ってしまうことになるかもしれません。これまでお話しした通り、実は今、私たちの大切な食を取り巻く環境が不安定になっているんです。これからの未来も食卓を囲む笑顔が絶えることのないように、日本で豊かな実りが絶えることのないように、そして世界の食の平和にも貢献できるように。私たちの国で消費する食べ物はできるだけこの国で生産する、国商国産は大切な考え方です。私たちが今すぐできることは、国産のお米、お野菜や果物、そしてお肉や牛乳、お茶、お花などをもっとみんなで食べて、飲んで、飾って、応援して、日本の農業を元気にしていくことだと思います。日本の未来を支える農業、乃木坂46は JA グループの国商国産を応援します。